はい、皆さんこんにちは、シロビーズバーへようこそ。パート4ですね、ナビタルさん、はい、引き続きよろしくお願いします。はい、また乾杯しましょう。はい、どうも。イタリア語で乾杯なんて言ってたっけ。サルテサルテサルテ、ね、サルテ。まあ、今のお仕事っていうのはもともとあれですよね、アルマーニのお仕事もされたということで、ブランドの事業再生っていうのが一つのテーマになってるっていうのを聞きましたけど、それは要するに例えば日本のブランドで昔はちょっと良かったけど最近ちょっとブランド価値が落ちてるなっていうのをこう磨き上げてまた再生させるみたいな、そういうビジネス事業再生的なところもありますし、あるいは あと、まあ、新興ブランドといいますか、もともと知名度が低いものを、知名度が低いものを、あるいはちょうどこう今夢になりかけてるんだけれども、ちょっと燃料切れで、もうワンランクはステップアップさせるとか、ステップアップさせるにあたっては例えばまあ、出店、新規のですね、出店、あるいはまあ、広告宣伝、あるいはまあ、よく日本のアパレル業界であるパターンで、まあ、企画、はやってますけれども、販売は基本的には卸し、仕入れはまあ、商社様としてやってる、あるいはまあ直接、仕入れ先から買ってるんだけども、まあ、なかなかの原価を抑えられないと、まあ、そういったようなブランドさんの、まあ、やっぱり 手助け、お手伝いです、まあ、まあできたらいいなと思ってます。イタリアのブランドって結構なんていうんですかね、日本人でも、ね、例えば車っていうのもアルファロメオとかありますし、洋服といえばね、まあ、アルマーニももちろんありますし、インテリアでもそうですし、もうしっかりこうなんていうんですかね、こうで消費者の心をグッて掴んでるじゃないですか。日本のブランドに足りない、イタリアのブランドにあるけど日本のブランドに足りないものって何なんですか。なんでこうイタリアのブランドみたいに日本のブランドがこうガーッと出ていかないのかなっていうね。そうですね、そこはまあこんなこと言ったら怒られるかもしれませんけれども、いえいえ、結構やっぱりブランドというのは まずある程度 その商品 の、にその内在価値、ね、いや商品の価値、要するに内在している価値、要するにクオリティ、あるいはその周りを、それにあたって の価値よりもプラスアルファして、まあ、原価よりも何倍売るかというのは、まあ、本当はこれぐらいの価値しかないものをここにブランドの価値をビューッと、まあ、価値というかですね、まあ、値段は本当はまあ、値段しかないんだけども、ある程度 の、まあまあ、お客さんの満足度も含めてですね、まあ、それでいいわけですよね。別に騙してるわけじゃなくて、満足してるわけですよね。満足するわけなんで、そこはまあブランド力ということであって、はい、まあ、そのブランド力を作るにあたってはもちろんまあ、クオリティですね、品質というのはまあ、必須条件なんですけど、あとは、まあ、いろんな要因があるわけであって、でその一つまあ、大事なのはやっぱりストーリー性だと思うんですよね。まあ、物語、そのブランドの裏にある物語、人物像、その創業者、デザイナーの人物像というのがあって、日本はまあ、もちろん例外あるんですけども、どちらかというと、まあ、出る釘が打たれる社会なわけなんで、かっこつけてるとなかなか出られない。で大体、まあ、今までこう世界にこう羽ばたくブランドはどちらかというと日本を出られて、まあ、パリ、あるいは、まあ、外から日本にも逆輸入、ね、で有名になってきたところは多いわけで、なるほど、なるほど、そこはストーリー性、あとは、適度に不規則なところはある。不規則、例えば、まあ、具体的な例を言いますと、まあ、ミラノコレクションがあるんですね、そこは、まあ、1週間でいろんなブランドの、まあ、ショーをやるわけですけれども、例えば一つの会場で まとめてやるわけじゃなくて、もうみんなそれぞれでちょっとこう非日常的なこう空間でショーをやったり、で必ずしも時間通り始まらないわけですね。で例えば、まあ2時からのじゃドルチェ のショーがあって、で3時にアルマーニで、5時に、まあ、何でもいいんですけれども、はいはい、別のブランドがあると他のブランドがあるわけで、そこは必ずしもちゃんと始まらなくて、きれいに計画されてないです、ね、そうですね、まあ、なんとなくこう即興的なところはあるわけ で不規則的なところはあるんだけれども、そこは面白いところで、日本はもうきっちりやりすぎて2時半、3時、そうです、ね、3時半みたいなね。であとは、まあ、なんて言うんでしょうね、あんまりも会社員的なところはないわけですね、イタリアは。本当に好きでやってるんですね。まあ好きでやってて、これ本当に自由自在にやってる、惚れてるってことですね。そうですね、そこは結構決定的なところだと思う。ってことはまずストーリー性を作るってことが日本のブランドには必要 で、ね、はい、あとはあんまりその出る杭が打たれるような中でやると、まあ、なんかだからか育たない、他と違うことをやろうとするとこう
叩かれちゃうっていうことですね。で、あとはまあもちろんいやブランドっていうのは結構まあ、無駄を伴うというか、うん、ファッション事業っていうのはですね、例えば同じものを、納得がいくまで何度もこう作り直して試作して、はいはい、結構無駄が発生するってことですね。だから日本はそういうところはあんまりなくて、本当に効率は追求してしまうんで、そこまで徹底してこうデザインを追求しないのかなというような、まあ、印象があります。ある程度のところでなんつうか、まあいいやっていうなっちゃうんですかね。そうですね。だからイタリアは逆に、まあ、第三者的に見ると結構無駄が多いというふうにも見られるかもしれない。でもすごい価値がそこで認めてあるかもしれないですね、はい、ということで、まああれですか、じゃあラベツァリさんに相談するとブランドの価値がビヤッと上がるかもしれないということですので、はい、まあ、特にまあ、その金融とこうブランドが合うと、まあ、非常に素晴らしい結果が出るのではないかと思いますね。やっぱりファッション系がお得意なんですか、ブランドといっても。そうですね、まあ、ファッション、ラグジュアリー系で、どちらかといえばその才能を持ってる、要するにクリエイティブな、うん、無からものをこう作れる方はどちらかといえば経営が弱い。あで、むしろ金融に強い人はセンスがちょっと、センスはちょっとというところはあるん で、あとはやっぱり数字だけで現れないというか表せない、いろんな資産があると思うんですね、はい、で僕で言うと、まあ、英語で言うとイモーショナルキャピタル、要するに感情資本、うん、っていうのがあるんですね、うん、それはまあ、社員デザイナーの、まあ、感受性というか、うん、価値観というのはあるわけで、なるなる、そこはお金に換算できない、ね、お金に換算できないところあるんで、まあ、今まで他の業種と比べてこういうような事業はあまりできなかったと思うんですけど、うん、そこは、まあ、まさに作りたいところではあります。なるほど、はい、このオールディングっていう、はい、この会社の名前はオールディングの由来は何なんですか、はい、これはですね、はい、びっくりマーク、びっくりマーク、まあ、要するに非常にくだらないあれなんですけども、ホールディングですね。本当は H が先に来て、で O がその次が来るんですけど、ホールディングの、まあ、驚きの O ですね、びっくりマークをつけて、あれ O ってことですね、O という、はい、まあっと驚かせるというか、おっと驚かせるという、そういう言葉の、そういうコンサルティングをやるということですね、はい、ということですので、はい、何かお悩みの方はぜひ、はい、ご相談いただければと、はい、どうも、はい、ありがとうございました。乾杯しております、はい、それでは皆さんまたお会いしましょう、はい、さよなら、チャオですね、チャオチャオチャオトゥッティチャオトゥッティ。